ハロウィーン。かぼちゃ。なんでそのテンション低いの。めちゃくちゃ雰囲気ある。いたずら大成功。はい、どうも、トラシです。いやー、皆さん、私たちは今、私たち伊豆島バンブーキャンプ場にいます。めちゃくちゃ眩しいんだけど、逆光だね。はい、そうです。今日はハロウィンキャンプです。ほら、ハロウィンと言ったらなんか言うことあんだろ。おもちゃ。ほら、トリック。おわトリートメント。オッケー。皆さん、お菓子あげますよ。はい、あげるうまい棒。はい、あげるうまい棒。俺、うまい棒チーズ味しかないんだけど、うまい棒実はもう下のとかまだあるんだこれ。ということでね、皆さんでハロウィン全力で楽しみましょう。ゴーゴーハロウィン。下のとかまだあるんだね。どこに感動してんだよ、これ。トラキャン。使ってるこのサイト、はい、これ裏口があるんですよね。裏口、まあ、管理人さんの意向でここ使わせてもらってますけど、はい、入れて、うん、危ない。大丈夫ですか。そこ滑るから気をつけて。で、ここまっすぐ行ったらあそこの石を刺し付けになったのよ。はいはい、なんか心霊的なあれですか。それは分かんないけど、結構雰囲気はあった。なんか神社3つに囲まれてるらしいんだよ、ここ。ああ、すごいね。セル熊野神社です、ね、これめちゃくちゃ雰囲気ある。わ、ちょっと進んでみてください、ね、マジ。待って、なんか雲の人が張ってそうだから。ああ、長袖着てくればよかった。あ、すごっ。めあれ、登山動画になった、もしかして。そうなんだけど、多分。
ごい。これは結構新しめ。荒らされてるわけじゃないけど、あれだね。あれはなんだ。ちょっと傾いてないあれ。大丈夫かな。あれここら。これが落ちてるの俺気になってた。あ、すごい。風で飛ばされたのかな。飛ぶこんなのが。頭今歩いてる見つけてしまった雰囲気がある。ハロウィン。ハロウィン。はい、今日はそういうスタートだね。インキャハロウィンおめでとう。インキャハロウィン。ハロウィンか。ちなみにもハロウィン関係なさそうなやつらしかね。ね、インキャハロウィンだからね。インキャの仮装してるじゃん。そうだよ。素じゃん。素じゃん。違うよ。それ以外、それ以外見たことないよ。素じゃないよ。インキャの仮装してるじゃん、僕ら。じゃあ僕ら365日常にインキャの仮装してること。普段陽キャじゃん、俺ら。見たことないよ。陽キャじゃん。ドラキャン。はい、ということでね、ハロウィンといったらかぼちゃ。今日はこのかぼちゃを使ったキャンプ飯をね、作っていきたいと思いますよ。これをですね、あのダッチオーブンでに入れたいので、この大きさだと入らなかったので、半分に切ります。かぼちゃって結構硬いんだなって思いました。あ、切れた。ほんこんな感じで、中をくり抜きます。はい、ということで見てください、かぼちゃのマカロニグラタンを、作りましたよ。いきますよ。いい、熱い。熱い。よいしょ。おいおいしそうでしょう。はい、みんな食べましょう。はい、じゃあいただきたいと思います。ねえ、おいしそう。うん、インキャハロウィン。あ、うま。あ、めちゃめちゃうま。だいぶ粉っぽいね。こっちの芋はしっとりだぞ。いや、マジうまいよこれ。ファミレスでできそうな。本当うまい。うまいよね。やるじゃん、うまい。だよな。いいね。うまいね。まあ、上を下地ていかで。アパングさんは卑怯だな。言ってる言ってる。言ってみろ。本当言え。あ、違ったっけ。うん、ほら、全然みじん切りになってない。本当だ。
入れる前に確認しなかったのお前全然、あそこやばいねナムさんやっぱ多いんだよね、多いいや、増えたんだよこれサバさん状態になってるじゃん、ね、量多いキャラは一人で十分だよ一人もいらんわホイル焼き2つも作ってんだよねなんでみんな今日たくさん作るね今日一回行ってみんないっぱい作るハロウィンだからねちょっとでいいですからね小栗キャップみたいにしないでよ本当にそれでいいよそれでいいって聞いてねそれでいいよそんな食えないとおばあちゃんもそんな食べれないからよそわんといて大丈夫大丈夫しゅんちゃんならいっぱい食べれるってしゅんちゃん食べ盛りやからな食べ盛り何年前ですよねそれぐらいなしゅんちゃんうち今度もうすぐ37やでおいしいなんでそんなテンション低いのおいしいですお茶漬けにしたいトラキャンいやこれね、麺がね、え、何グラム入れたの？え、知らないですよ、そんななんでだよなんで知らないんだよ貴重だよ、そんな何束入れたのじゃ知らないよ適当だよ束になってないって束になってないよ束になってない、安いやつ買ったな、甘いいや、こんなもんすようまいじゃあ麺だけちょっと俺も一口食ってみますえどうしたまあ確かにもうちょっと茹でた方が美味しいあ茹でた方が硬い逆なんかでしょ粉っぽいああそうドラキャンアサギが今回作ったのはうん秋鮭と椎茸のガーリックバターホイル焼きですねおお。ダメのカルボナーラを添えて添えんでいいじゃあとりあえず一口、はい、食べてみますか、はい、ちょっとすいませんおあちゃんと火通ってるね、うん、すっげえ照らすやんすっげえ照らすやんもうなんか UFO に連れてかれるキャトられてるうまっ秋堪能してますね、食欲の秋あうまいこれはありだなうん折り焼きだな来るとしたらレパートリーが増えたいや、次は折り焼き選手権折り焼きしかねえわ子供には手出すななんである軽いさ軽いさいやだってもこれ行くまで形が違えなと思ったもんないじゃんで俺ここに来てカメラ回ってるのが不思議に思ったねちょっと面白かった。いたずら。だから回したぜ。いたずら大成功。おはようございます。トラッシュの一日はこのコーヒー一杯から始まる。でも火の片付けはあれでしょ。一番起きてくるのが遅かったでしょ。そんな却下されたじゃないか現状瞬間だったけど僕だって3時半に起きたよだって起きてもう一回やりたいと思ういやあれ素数数えてた嘘つけんじゃねえやこれ買ったじゃあ俺が起きたの何時だか言ってみろよ
いや、素数数えてるのに必死なのが覚えてない。絶対に出る。なんで心を訂正したこととしてすがすがしい朝ですね。でも、うん、朝は寒い方が好きなの。僕は夜寒すぎなかった。本当に寒いんだよな。すっげー寒かったんだけど。それはあの赤木さん死にそうになってたからだよ。ロジャーが必死に起こそうと思ってるのにビクともしなくてね。シュンちゃん起こしてくれなかったからな。じゃあ俺は起こしたんだけど頬を殴られたので嘘つくんじゃねえよ。諦めた。そうだよ。だからロジャーは赤木さん触らずに起こそうとしてて、俺はトントンってやったらパシーってバーンって殴られて防衛反応が強い。もう最悪ほっとこうと思ったら心優しいロジャーがあいつそのままでいいんすか兄貴って言ってたからやってみろって。この後僕たちはねキャンプイベントに参加しますよ。楽しみですね皆さん。次のキャンプ場でお会いしましょう。トラッシュでした。トリックはトリート。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。TikTok、Twitter もやってます。次の動画もよろしくね。せーの、トラッシュでした。バイバーイ。バイちゃ。